どこに行こうかな。よし。ライザもここの掲示板にある依頼を受けてるのよね。うん、今のところこれがお仕事みたいなものだからね。そう、ライザってすごいのね。掲示板に貼ってある依頼って簡単なものばかりじゃないでしょ。たまに危険な内容のものがあるから心配なのよ。見るだけでも怖くなっちゃうな。討伐依頼なんかはそういうの多いかな。私が見てもむちゃくちゃなのあるし。仕事に口出しするのはどうかと思うけど、あまり無茶はしないでね。特に討伐依頼を受けるときはお金よりも身の安全を第一に考えないとダメよ。大丈夫だよ。私もお金より自分の体が大事だし。心配してくれてありがとう、ゼフィーヌさん。どんな依頼があるかな。これなら。これなら。報告できそう。これなら。これなら、すぐに報告できそう。これなら、すぐに報告できそう。これなら、すぐに報告できそう。どこに行くのさ。よし。よし。
どこに行こうかな。よし、行くぞ。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。取れた。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。どこに行こうかな。よし、行く。のは構わねえが、人の頭の上はやめろ。頭の上に降りるやつがいるか。おいこら、何くつろいでるんだ。Bはボスの家にあった石から生まれたからね。多分同じ匂いがして落ち着くんじゃない。暴れるんじゃねえぞ。まった。そういえばライザー、島ではまだ錬金術師として働いているのか。まあね、3年前に比べて村の人たちもいろんなこと依頼してくれるようになったよ。すごいな。へえ、珍しい、ボースが褒めてくれるなんて。こんなに長い間お前が一つのことに対して打ち込むのを見たことがなかったからな。人を飽き性みたいに言わないでもらえる？俺の知っているライザはそうだった。そういうボスはどうなの？って聞くまでもなかった。跡取りになるための勉強よね。当然だ、そのためにここに来たんだからな。子供の頃から本当ボスは変わらないよね。正直さ、ちょっと尊敬するよ。ふん、遅いくらいだね。ま、ライザもようやく長続きするものを見つけたんだ。途中で飽きて投げ出したりなんかするなよ。お会いに来たな。そんな気はないですよだ。すごい、こんなところ。どこに行こうかな。よし、今日は新しい何かに出会えるかも。よーいしょ、これ使えそう。とりゃー、すごくいい形の石だ。よーいしょ。だけどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。よーいしょ。とりゃー、取れた。これ使ってる薬苦いんだよな。よーいしょ。味も変えてもらえるかな。よーいしょ。石だってやり方次第で立派な素材になるのにね。よーいしょ。木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。そりゃー
どこに行こうかな。よし、行くぞ。何にしようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れようかな。さあ、何を入れよう。何入れようかな。お、いい感じかも。何にしようかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。入れてから考えるのもありかな。お、いい感じかも。いけー。どこに入れようかな。何入れようかな。何入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。感じかも。どれにしようかな。
に行くのさ。よし。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。のロミーさん、はいはい、店主のロミーさんだよって、何よその呼び方は。行商人じゃないロミーさんって新鮮だなと思って。でもずっと行商人だったのに急に店主だなんて、大丈夫なんですか？かなり儲かってるから問題ないよ。そんなに？いやね、ライザには教えてなかったけど、ロミーさんとんでもなく商売人としての才能に溢れてるのよね。知り合いの凄腕の行商人たちに声かけまくって専属契約とかしちゃってるから、うちはオートじゃ手に入らない名品がたくさん集まるお店になってるってわけ。それすっごい高いものなんじゃ。うちの商品は基本他の店に卸すためのものだから、つまりお店が顧客の店ってわけね。だから一般のお客さん相手には買い付けしかしてないのよ。じゃあ何か珍しいものが見つかったらとりあえず持ってきてみますね。よろしく。その時はお友達価格で買い取らせてもらうよ。それって高く買い取るって意味か、安く売ってもらうって意味か、どっちなんだろう。毎度。またどこに行こうかな。よし、行くぞ。どうか怖いことだけは起こりませんように。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。よーいしょ。とりゃー。なんだ、余裕余裕。そこだ。よっと、はぁ。正解、連続よ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。よいしょ。とりゃー。よーいしょ。こっちの木は島で取れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。よーいしょ。てやー。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。みんな気をつけて。よっと、はぁ。正解、連続よ。そこだ、よっと、はぁ。ライザー、任せた。せーの、楽勝楽勝。さあ、早く進もう。薬の調合って結構するから少し重めに取っておこうかな。
この花、ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。島に比べて王都は宝石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。木の実だって立派な素材の一つ、何に使おうかな。ティアなんだ、余裕余裕。そこだ、よっと。はあ、連続よ。わっ、そこだ、よっと。はあ、連続よ。ライザ、任せた。わっ、わっ、そこ、そこだ、よっと。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ティア、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。そこだ、よっと。はあ、ライザ、正解、任せた。ま、飛んでけ、ま、飛んでけ。特訓の成果だ、連続よ。飛んでけ、成果、連続よ。よっ、そ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。綺麗な花だけど、ごめんね、素材に使わせてもらうよ。魚の暴れる力って強いんだよね。ティア、お、落ち着いて。よいしょ。知識で知っててもむやみに食べない方が安全だよね。よいしょっと、こうして改めて触ってみると、取れた。砂の感触って気持ちいいな、よいしょ、よーいしょ、よーいしょ。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。一人暮らしはしてるけど、魚はさばけないから期待しないでね。なんだ、余裕余裕。そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。そこだ、よっと。はあ、ライザ、任せた。そこだ、よっと。はあ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。あった、これこれ、取れた。美味しそうな食材が手に入った。よーいしょ。少しもらっても大丈夫かな。ティア、
名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。ティア！化石探索で何度も見てるからかな。ティア！昔より慣れてきてるかも。ティア！砂は簡単に取れるからありがたいな。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。
よーいしょ、とりゃで宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。そうだ、正解連続よ、そこだ、よっと、はぁ、あ、せーの、楽勝楽勝、さあ早く進もう。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。よーいしょ、てや、確か前にこんなの撮ってたような。
った、これこれ。ティアー、これザクザクっと、ザクザクっと。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。ティアー、ティアー、えい、ティアー、よいしょ、取れた。魔物臭がすごいのが難点だけど、それ、これも必要な材料だもんね。取れ、取れた。よーし、みんな気をつけて。そこだ、よっと、はあ、成果連続よ、特訓の成果だ、飛んでけライザー、任せた。楽勝楽勝、さあ早く進もう。とりゃ敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はあ、成果連続よ。そこだ、よっと、はぁ、成果連続よ、任せた。楽勝楽勝、さあ早く進もう。とりゃ、よーいしょ、とりゃ、金属は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。ああ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっと、はあ、成果連続よ。さあ、よっと、はあ、成果、ライザー任せた。はあ、よっと、はあ、せーの、楽勝楽勝、早く進もう。もっともっと強くなるぞ。ザクザクっと、とりゃ、ワクワクするね。おやつによく食べる木の実だ。香ばしくて美味しいんだよね。えい、ティア、え、ちょっと、もう、行ける場所が広がったよ。よし、行く。物足りないわね。どうしたんですか、ロミンさん。
なんか、うちの店の品揃えさ、目新しさなくない？そうかな。他に比べたら結構変わったもの多いと思うけど。甘い、ライザ、その考え甘いわよ。たとえどれだけお店が繁盛していようとも、そこの店主が物足りない気持ちでいるんだもの。店主が物足りないと感じているなら、お客はもっと物足りなく感じるはずよ。早急に改善点を洗い出さないと、取り返しのつかないことになるわ。はあ、でも改善ってどうするんですか？簡単よ。他の店では絶対に扱えない、うちでしか買えない商品を置くのよ。というわけだから、ライザー、ロミーさんに協力してね。私が？そう、ライザーお得意の錬金術で作ったものや冒険で手に入れたものをうちで扱ってみたいのよ。それはまあ構いませんけど、売れる保証はできませんよ。現代ではほぼ失われている幻の学問、錬金術。その数少ない使い手、美しき錬金術師ライザが一品一品心を込めて生み出す少量生産品。変な売り込みでいけばバリバリ売れるとロミーさんは予想するけどね。みんな絶対欲しがるし、オートの他の店にとってもいい刺激になるんじゃないかしら。え？刺激って？オート中の店を変えるのは君だ！簡単に変わるのかな。そういえばさ、クラウディアのお父さんと交換してた金貨ってまだ集めてる？ルベルトさんと交換してた金貨、それってこれのことかな？そうそう、それよ。よければうちの商品と交換してみない？ボートにも結構その手のマニアがいるのよ。まあ私が持ってても仕方ないし、いいよ。本当に？いやー、持つべきは錬金術師の友達ね。大丈夫、ライザにも絶対損はさせないわ。どこに行こうかな。よーし、行く。